みなさまこんにちはポンチです時の人にゲスト出演していただきましたよろしくお願いします今なんていうお名前で呼べばいいんですかね <laughs> いっぱいあるよねはい。 まあ、ラフテーかト,トリットでいいかもしれないトリットでじゃあトリットいい、ね、さんで、まあ、今回説明、ね、させていただきたいと思います、はい、マジック好きな方しか見てないと思うので大体の人は知ってると思いますがまあ報道されてですね <laughs> 結局何の罪で報道されたのかまあよくわからないんですけど、うんまあ、ちょっとその辺ざっくりトリットさん側からな,なんか簡単に説明していただいてもいいですかわかりましたはい、まあ、まずじゃあ一番最初にですねあの、まあ、今回自分の報道でですね えとマジック業界というかですねマジックにかかる方に、まあ、いろんなご迷惑とですね仲の良かった人はやっぱご心配など、えー、迷惑をかけてしまいますのでそのことはですね大変申し訳ございませんでしたあの、まあ、自分のやったね行動で結構いろんな人に迷惑かけたなっていうのはすごく反省しております、えー、ただですねあの実際にこのニュースとで流れてる報道とですね、まあ、事実とは違う点がありますので、まあ、この実際に何があって あのまあ、何で自分が拘束されて、まあ、実際どうだったのかっていうのはちょっとまあせっかの日本地区のこのチャンネルでねあの多くのマジシャーの方には知ってもらえたらなと思ってます、えー、まず経緯はですね2月の27日の朝の9時に、えー、警察官がですねホテルの部屋にやってきまして、うん、まあ当時ホテルに住んでたんですけど、えー、まあ逮捕状ということで、えー、逮捕されましたでその時の,あの逮捕の内容がですね えー、ちょうど2019年から20年ぐらいにかけてですね。まあ、僕裏垢男子をやっておりまして、うん、でまあ、そっちの方でも結構精力的に活動してたんですけども、も、うん、まあその中で <laughs>、はい、そ,うその中で要インターネット上にですね。モザイクなしでエロ動画を上げるということがありました。で、まあ、それはただ。えっ、ー、と2021年にはもう引退というかやめてて、うん、アカウントも動画も消してたんですけどもまあ、当時ね。それが。 あっったのが、まあ、証拠として残ってて残、まあ、実際にね、えー、それが証拠となって逮捕状を出されて、まあ、その件について逮捕されました、うん、確かねその罪名がねわいせつ連、えー、的記録媒体みたいな、うんまあ、そういったやつです、はい、要はあのネット上にエロ動画上げちゃダメですよっていう罪ですね、はい、っていうのがもともとの,その逮捕された理由ですね、はい、で実際それ自体は、まあ、否定するつもりもなくもうすぐに認めてですね まあすぐにもあの自由になりたいなと思いましたので、まあ、すぐ認めて聴取も書いてすぐ解決したんですけども、えー、そこからですねちょっと自分とはあの、まあ、身に覚えがないというか心当たりのない未成年との関係のですね取り調べが始まりましてでも未成年とやってるよねっていうことで関係持ってるよねっていうことでただ当然僕はあのそこら辺はすごい気をつけてたので。 あ、持ってないです。ってことでも。まあ警察は一応まあ調べてるから自分から自白してね。というようなやり取りが続いてですね。まあそこが結構長くて14日間ぐらいかな。約2週間、その取り調べがずっと続くわけですね。まあでも結果的にただこれが事実なんですよ。結果的にですね。それは事実はなくてですね。そのことで逮捕されることがなかったので、まあ結果19日ぐらい拘束されたんですけども。 一番最初のネットにエロ画像を上げたっていうので罰金30万ということで丸丸くく収ままったたんですよじゃないけど落ち着きしだけどちょっといざ釈放されてですねネットを見るとどうも未成年と関係を持って逮捕されたとか未成年の動画を売ってたとかみたいな情報がですね結構出回っててですねそれは完全なガセというか間違いということですね。っていうのが実際の事実というこか出そね。 っていう感じで<う>結局何も出なかったっていうことですよねそうまあ僕からしたら確かに2年前にやったことはやったんですけど、うん、2>, 2年前にも全部消しててアカウントも消してて、うん、まあその件で逮捕されるってまあ不可解ですよ、ね、まあ結構珍しいというか <laughs> まあ普通じゃないんで何か違和感は感じてたんですけども、はい、そのモザイクなしっていうのは顔とか特に,一切出さずにあそうそうだから被害者もいるのかなと思ったんですけど被害者も。うん 誰はいな、はいっ言われたわけでもなく突然だもう結構前から目をつけられていてこのタイミングで、まあ、大きく報道されたこ,、ね、そうこのタイミングで、まあ、大きくされて、まあうん、名前とかを出して全国報道と、うんまあ、なったんですけどねツイッターでいろいろ動画出してる人、うんまあ、いっぱいいるじゃないですかいっぱいいますねあれと何か違いはあるんですか <laughs> いや一緒です一緒だ,だから今現状ツイッター上でも、えっと、モザイクなしで出してる人は全員いつか逮捕される 危険性があります、ね、可能性ががあありりまますすね可能一度でも出して消しちゃったとしても <laughs> 今回みたいな感じでもう警察のところでキープされていたら捕まえれるっていうことなんです、ねうんはい、現行犯じゃなくてもそういう状態を、まあ、記録されてたらいつでも警察は逮捕する。 こととができると、うん、みんな結構気になってるのはこう有料サイトに流してそこでまあどういう感じで運営してたのかみたいな、まあ、多分どのくらいの収益を上げたのかまあ言えるかわからないですけど、うん、っていうのを多分結構気になってるのかなと思うんですけど形的には、まあ、有料サイトファンクラブサイトってのがあってですね、うん、で、まあ、そっちのファンツイッターの方は10秒とか20秒とかをねアップロードするんですけど、うんまあ、やっぱそのフル動画見たいとかね っていう方がいらっしゃるから、まあ、その人向けに、うんえー、そっちはちゃんとモザイク加工もして、えー、ファンクラブサイトっていうことで、まああのー、見れる状態にしてたんですけどね、うん、まあ収益はですね、まあ、ぼちぼちですけど100万ぐらい。うん もっとかな。100万円。え、それが一月ですか？うん、トータルで？えっとだい一月ぐらいで、一<ー>月ぐらいで。まあ、なるほどで、ねうううん、まあただそっちの方は何も違法性はなくて、ええーうん、今回も全然それは問題にならなかったですね、はい。モザイクかけて、まあ顔まあ許可を取っ もちろん通に何にも引っかからないってことですね何も引っかからないです、はい、それが悪かったって誤解してる人が多いのかなと思うんでうん、うん、それはもうビジネスとしてあそっちはもう本当完全に、まあ、ビジネスとしてだからビジネスとしてうまくいってたわけですねうまくっってました、ね、でてたたねけど こうモザイク出してないやつを上げちゃったのでそ,<う>そこはダメだぞということで,です、ねうん、僕ジムで筋トレしてたら突然テレビで逮捕されるシーンがあって、うん、ここまで大きくなるってことはまあ不可解じゃないですか。いやあれはちょっっと<の>自分もびっくりしたねあのエロ動画上げただけってなっちゃうとそうすると基本的に何か握られてるのかな <laughs> って思っっっててたたんんでですけどそれもななかったってことは何なんでしょう、ねうん、まあまずやっぱ逮捕されまあ逮捕もこう画才でというか、うん、あのいきなりこう抑えられて身柄拘束されて何もできなくなるんですね、うん、まあそれ証拠隠蔽をさせないためなんですけどねそれも結構すごく大げさだなと思ったんですけど、うん、一番びっくりしたのが警察の車に乗る時に外に出たらマスコミがですね2 3 0社いるわけですね。<laughs> でめちゃくちゃこう写真とか画像を撮ってる、うん、そこまでのことをしたのかなっていうのはあったんですけど、うんうん、まあそれはまあ その後ね、えー、どう報道されるかも僕は分からずに実際連れて行かれて、まあ、そこから身柄拘束されるんで社会の情報が全く入ってこないのようん、うん、そうなったらうん、うん、だから社会がどういう報道されてるかとか全然分からないんだけども、まあ、ちょっと弁護士さんからいや実は全国で顔出しで名前付けて報道されてますとうん、うん、でそこで児童との児童売春と児童ポルノでの立件予定っていうのも報道されてましたって聞いて、うん、あそういうのもなんかあったんだとかだから自分は絶対ないけども例えば知らないうちにさうん、うん、もしかしたらやってるかもしれない、うん っていうのもあったけども、うん、まあ実際わかんないから、まあでも最終的にはなかったからね。うんうん、あのよかったんだけども、っていう報道されてて、あ、そういうことで全国報道されてるんだと思って、まあやっぱ違和感はすごい感じたね。なんでなんでしょうか、ね。まあ、これ、あのー、うん、なんでかというと、まあ一つ仮説じゃないけども、確信ではないんですけども、やっぱちょっと出てから、なんでないのに。 そういう報道がマスコミにされたのかなってちょっといろいろ調べたらまあこれも偶然かもしれませんけども僕がえ逮捕されたのが3月2月の27日とその2日後3月の2日にですねまあこれも偶然かもしれませんけど沖縄の県警に沖縄県警に逮捕されました沖縄県警の警視という立場の人ですねえとまあ所長に近い所長になるぐらいの,あの立場の人ですねはい。 自動、えー、売春と自動ポルノの罪で逮捕されてましたね <laughs> まあ僕は当然孤立されてるんですその知らないから <laughs> 出てから後で気づいたことですけど逮捕されてまして、うん、なぜかそちらは最初は顔出しも名前も出ずに沖縄県だけでちょっと報道されたみたいですまあ後々多分それで何でそれ名前出さないんだっていう話があって名前は後々出たけど顔とかはあの経歴とかは一切出ず。うん、ただ僕はやってないんですけども 余罪、余罪の疑いということで、うん、顔だし、名前だし、プロフィールも全てきれいにまとめていただいて、 全国報道でお茶のの間をちょっっとと僕の趣味がししてしまったとだけど警察の方はやってるのに、ねうん、13歳の方と多分2回ぐらいどうもね関係持っちゃったみたいですのに顔出しもなく全国報道もなしもう一つ、まあ、情報としてはその情報源のことはちょっと言えないんですけども警察からマスコミの方にですね僕の逮捕される3日か4日前にですね僕の逮捕の件と児童とのことがあるという噂がやっが出てたみたいでだからま多分 多分マスコミの方もですねもう警察がそこまで言うんだったら、うん、多分あるだろうと思って、うんえー、当日あれだけの報道のカメラマンが来てたんじゃないかなと。 だからもしこれが逮捕されていろいろ証拠とか調べられて実際にあったら本当に多分もっと大きく多分自動買収の件とかが報道されてたんじゃないかなと思いますけども逆に本当になくてねなくてよかったで安心中の方では流通の中の方ではすごい安心してたんですけどやっぱ出てらなかったのに何でかこう関係を持ったということですごいえガレれさん人もねガれス法も食らって拡散されててまあ事実じゃないんだけどももう その事実じゃないっていうことは、うん、残念ながら報道はしてもらえないので確かに、ね、一番最初の、まあ、全国報道のされたなんか未成年との立件予定みたいな状態で、うん、まあちょっとあのー。 変態のおじさんということでうん、うん、全国に認知されてしまったっていう趣味でした。<laughs> まあ当時の趣味ね。最近には全然だから趣味じゃないですよ。2019年と20年ぐらいにちょっとうん、うん、あのそれでは頑張ってみようかなと思って頑張って、うん、SNS も頑張ってみようかなと思って頑張ってます、ね。引退されて2年経ってからの突然の逮捕だったってことですね。はい。警察の方が逮捕された日の。 報道の時に僕は逆にガレトさんにツイートされてそっちも大炎上するとやっぱり目立つのはまあ僕の方だったと、まあ、実際に釈放されたのが19日後の3月の17日でしたけどその時にはもう実際そういうのは一切なくてえ罰金30万で終わりと大きくならなくてよかったなと思ったんですけども実際はすごく大きくなってたということですね。